世界の皆さんこんにちは、光にもです。でここは JR 総武線の飯田橋駅になりますが、今回はこの飯田橋駅とその周辺をちょっと撮ってみたいと思います。といってもメインは神楽坂通りになりますが、向こうの方に教会がありますね。あとであの教会もちょっと撮ってみましょうか。とりあえずメインはここの通りをまっすぐ行くと、その正面に神楽坂があるので、神楽坂をずっと行きたいと思います。あそこに大きいビルがありますが、そこが飯田橋駅のきびりですね。昔飯田橋でバイトをしていたことがあって、その時はよくあの建物の地下のところにあった C&C でお昼を食べてたもんですよ。あそこにあるのはブルドッグのカフェか、ブルドッグの野菜ですね。でセントラルプラザラミーということで、セントラルプラザラムラということで、こういう感じでいろいろと本屋が入ってますね。こういう感じでいろいろとお店が入ってますね。で飯田橋は有楽町線と南北線とあと大江戸線が他に走っています。大江戸線は東京都心部の真下のところを、丸を描くような感じで走っている地下鉄路線ですが、新宿周辺の用地買収に失敗したために完全な環状運転にはならなかったという、そういう間の抜けたエピソードがあります。でここの交差点をこうやって向こう側が今回の動画のメインにある神楽坂になりますが、ここにまあ案内板があるんで見てみましょうかという感じですね。でこんな感じで全体像があって、近づくと現在地がここです。でここからずっと神楽坂通り、いわゆる神楽坂があって、途中に毘沙門天があります。でそこからずっと行くと、一応今回の動画では目処としてここの東西線の神楽坂駅まで行こうと思います。でその途中に神社があるので、その神社にも行ってみたいと思いますが、流れとして言うと毘沙門天で一回動画を切って、毘沙門天から神楽坂まで行くという感じになりますが、でここの神社の様子もちょっと見てという感じで、ということで行きましょう。確か神楽坂には芸者さんがいるんですよ。芸者さんの料亭とかそういう料亭があったりして、毘沙門天に何度か、ま、毘沙門天に何度かお参りしたことがあって、その時にあれだな、着物を着た人生とかを見たことがありますよ。向こうに富士屋があります。この神楽坂の富士屋はですね、日本でここだけということでペコちゃん焼きを売ってるんですよ。ペコちゃん焼きっていうのは何かというと、
簡単に言えばペコちゃんの型を使ったたい焼きですね。真っ赤なポインセチアです。多分そういうポインセチアの葉っぱっていうのは光の当たり具合によって色が変わるんですよ。でそのポインセチアをうまく使ったミステリー漫画を昔読んだことがありますが、で今は神楽坂通り、いわゆる神楽坂を歩いています。で今回の動画はメインとして言うと神楽坂を歩く感じの動画にして、一応の目的として毘沙門天に行って毘沙門天の様子を少し撮ろうかなと思います。でその後で新しい動画を作って、東西線の地下鉄東西線の神楽坂駅まで行こうという、そういう感じですね。でさっきも言いましたが、飯田橋のところで昔バイトしたことがあって、この神楽坂のどこかにあったんですよ。場所はもう忘れちゃいましたが、なので神楽坂は割合縁があるというか、そういう感じですかね。で神楽坂をずっと登っていくと、当面の目的地である神楽坂毘沙門天があります。で毘沙門天に行ったら、その次はですね、赤城神社ですね。赤城神社にお参りして、そこから東西線の神楽坂まで行こうと思います。ここの通りはまだ紅葉がそんなに進んでないですね。ここの通りというか神楽坂ですが、あーでもどうかな、毘沙門天もそんなに長くいるわけじゃないからあれか、わざわざ近内で一本の動画した方がいいかって気もしますね。じきに毘沙門天に着くし、じゃあそういう感じでいきますか。こうやって落ち葉があって風が吹くと風の通り道が見える感じですね。つむじ風が吹いたりすると、そのつむじ風に合わせて葉っぱが舞ったりするんで、ちょっとした風だよ。でそうこうするうちに神楽坂毘沙門天が見えてきました。
多聞天はそんなに大きくないんで、そのままさらっとされていっちゃいますか。神楽坂、坂名の由来は坂の途中にあった高田八幡のご了承で神楽を催したから、福戸明神が移ってきた時この坂で神楽を催したから、若宮八幡宮の神楽が聞こえたから、この坂に赤城明神の神楽堂があったからだと、いずれも神楽にちなんだ諸説があるということで、でこの辺のワンポイント的な案内図ですかね。神楽坂5-35ということで、でここが毘沙門天です。毘沙門天は生まれなくて虎さんがいるんですよ。こんな感じで本堂があるって感じですね。で、狛犬の代わりに虎さんがいます。虎さんがぬーんという感じでいます。でこの虎さんは要するに毘沙門天の神獣なんですよ。毘沙門天の使い、お稲荷、狐が抱き天の使いになると同じような感じで、この虎が、この虎が毘沙門天の使いということです。あそこにおみくじとか売ってるところがあって、そこには毘沙門天とか、あと虎の人形とかが売ってますね。ちょっとお賽銭を用意したすんで、しばしお待ちよという感じで、で中に入って写真撮影することはできないんで、ちょっと外側からざっと見てもらうという感じになりますが、日蓮宗に降誕800年記念ということで、でこんな感じでありますね。毘沙門天が道内は撮影禁止ということなので、中に入って撮影はできません。道外から撮る分には別に問題ないでしょうということで、新宿市で新宿区指定有形民族文化財、全国寺のシトラとあります。所在地新宿区画、新宿区指定有形民族文化財全国寺のシトラ、安山岩製の虎の石像です。で、造高は阿行右が82センチ、運行左は85センチで、大石、基壇部を含めた装甲は、画像ともに、両像ともに2メートルを超える。大石正面には木彫りがあり、虎の姿を動的に表している。ということで、いろいろと書いてあります。あと、全国寺の毘沙門天像ということで、神楽坂の毘沙門様として江戸時代より信仰を集めた毘沙門天像である。木造で座高30センチ、右手に矛、左手に砲塔を持ち、岩座に切り捨てた姿勢をとる。同立時期は室町時代頃と推定されるが、詳しくは不明である。加藤清正の守り本尊だったとも、土中より出現したとも言われていると書かれています。でここは観音様ですね。上行菩薩と書いてます。ということで、ここは神楽坂毘沙門天ですね。
ざっくりと神楽坂毘沙門っていうの様子を紹介しました。まだ15分なんで、あ、やっぱりか。で、ここで15分経っちゃったんで、一応やっぱり聞きましょう。